こんにちは、大学 .tv アナウンサーの福森田遥です。今回は就活生がまず初めに行う自分を知るということ、自己分析について特集していきます。全国の大学の就職講座で一番多く授業をしていらっしゃる唐沢明先生を講師としてお招きしました。それではご覧ください、どうぞ。はい、こんにちは。就職活動のアドバイスということで、本日は自己分析についてお話をしたいと思います。3年生の秋後期になりますと、いよいよこれから就職活動の準備が始まるかと思います。自己分析から始まって、エントリーシート、それから面接、筆記、そして来年の内定となりますが、自己分析を制する者は内定を制するということですので、ぜひ今回の自己分析をマスターして、これからの応用編、実践編につなげてほしいと思います。では自己分析なんですけれども、まあ、あまり難しく考えずにですね、このように考えていただきたいと思います。まず、自己分析とは自分の長所を知るということなんですが、どんな長所かという観点を3つお話をしたいと思います。はい、まず1つ目は時間軸ですね。大学生活約3年間1000日生きてきて、過ごしてきて、何に時間を使ったのかをちょっと書き出してみましょう。それからお金を使ったことですね。はい、何にお金を使ったのか、家計簿であるとかアルバイト代、これをちょっと振り返ってみましょう。それから3つ目、興味のあること、マイブーム、好きなことですね。はい、高校時代と違いまして、大学生活は好きなことをする、3年間4年間だと思いますね。そうなった場合に、好きなことに時間を使い、好きなことにお金を使い、好きなことに興味があるのは当然ですから、この3つのベクトルでちょっと実際に書き出してみて、それが表面的なチープなものではなく、具体的なディープなものになるか、ディープなものになれば自己分析が自己 PR につながるというふうになると思います。それでは今から具体的に自己分析をやってみましょう。はい、それでは実際に、自己分析のワークをやってみたいと思いますけれども、ワークは2つありまして、まず1つ目ですね、こちらをご覧ください。先ほど説明したように、自分を知るという作業の1つ目の、方法としまして、やっぱり書くということから始まりますね。まずお手元のノートであるとか、紙にまず書くことで知る、知ることは書くことであるという、これはまあリンクしますから、これでやっていきましょう。はい、1つ目はマトリックスというものがあります。こちらですね、自己分析マトリックスというものはどういうものか、今はですね、表が2つ出てきてますね。はい、これはエントリーシートの、レシピであると思っていただきたいと思います。エントリーシートのレシピというのは、まあ、台本といいますか、まあ、お弁当箱ですね。いろいろな、まあ、お弁当の、マス目があるんですけど、まあ、この具を埋めていただくということです。もちろん何の具かといいますと、自分を知るという具ですから、ちょっと今からやっていきたいと思いますね。はい、A は自己 PR のお弁当箱ですね。はい、真ん中はまあ置いといて、この周りに、いろいろな具を入れるというね、具沢山の、お弁当箱になるかどうかやってみたいと思います。それでは、お二人ですね、早速、お手元にこのワークがあると思いますので、 A の真ん中米印に、ご自分のお名前を書いてみてください。どうぞ。はい、名前が書かれましたね。まあ、これは自分の弁当ということなんですね。まあ、エンドレスに時間を設けてもらえるですから、今から1分間時間を設けたいと思います。では今から1分間で周りの具を埋めていただきます。はい、それでは問題です。 A の真ん中の、あなたといえば何に先ほど時間をかけた、お金をかけた、興味があるかというクイズですね。はい、何でもいいですね。勉強、それからマイブーム、それからハマってること、
はい、あなたの好きなことベスト8、これを埋めていただくということを今からやっていきましょう。それでは1分間です。よーい、スタート。はい、それでは、A の方がですね、終わったということです。まあこの中で、まあ、自分の方では、ランキングが多分できていると思いますね。これが1番いい、2番目にいい、3番目にいいという、まあ、ところが自己分析というのは、まあ、自分から見た自分なんですが、まあ、実際のエントリーシート、面接というのは、他人から見た自分ということになりますので、ここから先は、他己分析ということも踏まえて、第三者にちょっと見てもらうことも兼ねて、赤ペンを持っていただきまして、お互い同士ですね、隣同士ちょっと、シャッフルしていただきたいと思います。それでは交換してください。どうぞ。はい、そして赤ペンを持ってください。はい、それでは今からですね、学生さんから、面接官になっていただきまして、この中で一番興味を持ったものにちょっと二重丸をしてみましょう。はい、どうぞ。はい、それでは A の、チェックができたということで、元のお友達に戻してあげましょう。はい、お願いいたします。はい、戻しました。ということは、相手方はその今ね、二重丸チェックされたものが一番聞いてみたい、知りたい、ね、質問をしたいというふうな、チェックが入っております。それではそのキーワードの欄がありますね。矢印の隣の括弧にその二重丸をされたキーワードを一回書いてみましょう。どうぞ。はい、それぞれ何になったでしょうか。野次君は何になりましたか。人というキーワードになりました。はい、百瀬さんは何になりますか。カナダ留学というキーワードになりました。はい、それでは続きまして今度は B のお弁当に移りたいと思いますね。はい、B のお弁当なんですが、もうすでに、ね、指名が来ております。その指名というのが今言ってくれた人とカナダ留学となりますから、 B のお弁当の真ん中に、そのキーワードを書いてください。どうぞ。はい、ということは、今度は B のお弁当箱を埋めていくという作業を1分間でやっていきたいと思います。それでは、ボールペンを持っていただきまして、また1分間で書いていきましょう。問題です。 B の真ん中のその、キーワードといえばあなたは何を連想しますか。そのキーワードから連想すること、リンクすること、派生すること、キーワードを埋めていきましょう。それでは用意スタート。はい、ということで B が出来上がったということですね。今までの流れというのが A で書いたものが、まあ、好きなものリストで、でそれに面接官からツッコミがあって B を広げてみたということですね。それではもう一度、赤ペンを持って隣同士シャッフルしてみましょう。はい、そしてさっきと同じですね、B の中で、最も興味を持ったものに赤丸チェックをしてみましょう。どうぞ。はい、出来上がりました。では、元の友達に戻してあげてください。どうぞ。はい、まあこれがですね、まあ、実際はエンドレスに A、B、C、D とどんどん続いていくんですけれども、まあ、このマトリックスというのをちょっとまとめますと、興味があるものをどんどん連想ゲームで広げていくという作業が、エントリーシート、面接で必要になってきます。で最初はチープなものだったんですけど、それがどんどんディープなものになっていくということなんですが、お二人のものを見ていただくと、では今からお二人のものが、赤丸チェックされたものをどれだけ広げられるかどうかというワークをやってみたいと思います。では、A でチェックされたものと B でチェックされたものをキーワードにして、今から1分間でストーリーをお二人に話していただきたいと思います。はい、それでは、まず野次くんの方から B
ピールをお願いいたします。はい、私は人と旅というキーワードを使ってお話をしたいと思います。人と付き合うということなんですけども、それを私は旅を介してとても好きなことになりました。具体的にですね、今年の8月に東北の方に、復興ツアーということでトマトの収穫に行きました。そちらでは、各地からいろんな方が来られて、年齢も僕の大学生から60歳、70歳の方まで一緒に行きました。これトマトを収穫したんですけれども、うちはトマト一つを返して、また人の行い一つを返して、こうもみんな笑顔にできるんだなと、人の力をすごく無限の可能性を感じました。そのような力を私もどんどん探っていき、どのような力を持って貢献できるかを信じて、私マスコミ業界志望なんですけども、そちらの業界でテレビの制作等を行っていきたいと思っております。以上です。はい、いかがでしたでしょうか。はい、トマトの話とかも出ていて、すごい具体的に話されているなと感じました。また笑顔もすごい良かったかなと思いました。ただちょっと無限の力ってどういう力なのかなってちょっと気になったので、もっと聞いてみたいなと思いました。はい、はい、では続きましてモンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私はカナダ留学とケチを使って話したいと思います。私は4ヶ月のカナダ留学で視野が広がり、器が大きくなりました。というのも、私のホストファミリーが9歳の女の子、14歳の男の子、お父さん、お母さん、祖母と、おばあちゃんのいる家だったんですけども、最初に家に行ってびっくりしたことが、電気の配線がまだ出ているうちで、また廊下の電球もなかったんですよね。新しい家で作ってるのかな、こういう家でもカナダの人は住むのかなと思いました。でさらに寒い時期に行ったので、気温はマイナス30度だったんですけども、家の中は全く暖房もなく、私はダウンを着てその冬を乗り越えました。こういうことが普通のカナダの暮らしかなと思っていました。しかし帰国寸前の12月のことです。私のホストファミリーのホストマザーと9歳の女の子がいないときに14歳の男の子と3人でお買い物をしました。その時にホストファミリーのお母さんが私に1本ジュースを買ってくれました。で普通に飲んだんですけども、帰ってきてそのジュースは何だと9歳の女の子に言われて、これ買ってもらったんだよって言ったんですね。そしたら、どうして払ったのって家族会議がその5人の中で始まってしまって、そのジュース100円だったんですよね。100円ぐらいなら払うよと思ったんですけども、そういうふうに家族会議が100円のジュースで始まってしまうということに今までなかったので、私はその状態を見て、あ、自分の視野が広がったなっていうふうに感じました。以上です。はい、先ほどのお話を聞いていかがでしたか。はい、カナダ留学という内容を、まあ、家族の構成とか含めて詳しく聞いて、ケチというキーワードがどう出てくるかが気になったんですけども、そのスーパーでの買い物ということを介してのケチということで、文化の違いだったりとかそういうのを介して視野が広がったんだなっていうのが僕は分かりました。はい、本日は、自己分析のワークその1でしたけど、いかがでしたでしょうか。難しかったです。自分を振り返ると意外にまとまってないことも多かったです。はい、そうですね。まず、書くということが大事になりますので、今回の、きっかけとして、まあ今日から1日、3行でいいので1日3行日記をちょっと書いてみると、自分が好きなことがまとまるかなというふうに思いますね。で今日これやってもらったんですけど、例えば真ん中をですね、自分の名前ではなくて、私の尊敬している人物ベスト8、私の好きな言葉ベスト8、10年後の、目標をベスト8というふうに、まあ、もう少し絞ってですね、書いていっても勉強になるかなというふうに思います。で今日やったこのワークの、ポイントとしては、自分が書いたものを必ず自己満足ではなくて、料理と同じで自分で美味しい美味しいと思っても、どうかわからないので、必ず第三者、友達、先輩、先生、親、いろんな人に見てもらっていくということですね。野次君の方は、どうですか。自分がいいと思ったものに必ず丸がついてますか。どうですか。はい、そうですね。
というのはある程度自分で話せるかなと思ったんですけど、旅というのはちょっと優先順位自分の中では低かったので、まあ、でもそういうのもこれから掘れるようにしないとなと思いました。はい、モーさんのはどうですか？私は最後に慌ててケチっていうことも変えたので、自分の求めているものと他人が求めているものが違うなということを痛感しました。その通りなんですね。自分の顔は今こうして話している時の顔は見ることができないので、髪型、スーツ、女性のメイクと同じように誰かに見てもらって似合う、似合わないというものが分かるのであって、自己分析は他己分析であるということが分かったと思うので、書いたものを誰かに見てもらう、逆も言えるんですけど、見てもらうことによってその人のいいところを今度盗むというふうになりますから、For me から For you によってお互いハッピーハッピーウィンウィン、内定内定と、つながると思います。ありがとうございます。